やーはー、どうも、ひるまです。群馬ロックフェスティバル2013の公式ホームページが更新されて、タイムテーブルが発表になりました。タイムテーブルが発表になったということは、もうこれ以上バンドやアーティストが増えることはないということです。ちょっと残念。ということで、今年の2013年の群馬ロックフェスティバルのタイムテーブルはこれです。いかがですか？ライジンステージはね、まあ、ライジンステージだなって感じですよね。多分、ここのライジンステージがメインになると思います。風神ステージがサブになるのかな？去年あった、野外にあるちょっとちっちゃめのステージがあったんですけども、そこでも芸人さんとか、まあ、ソロアーティスト、なんかギターソロとか、そういう系がやってたんですけど、それはなくなったんですよね。まだステージ自体が発表になってないので、ちょっとわかんないんですけど、今のところ公開になったテーブルはライジンステージと風神ステージの2つです。ライジンステージはまあ最初が「ヘイ!」で始まるっていう、キャーってテンション上がる感じですよね。朝一で「ヘイ!」でスカダンで踊って暴れてラッコ。ただね、エッグブレインが風神ステージでラッコとヘイの間に挟まれて、どうやって見んのって感じですよね、時間を見るとこの間だと。まあ、出てる順番に出てもまあ何も言わずにね、もういいでしょ、これで。ちょっとさ、一つだけ、なんか、ね、残念っていうかさ、書いてほしかったのが、まあ、時間的にしょうがないとは思うんですけど、オーバーアームスロード秀吉ストンピンバードが、マンウィズ・テンフィ・ G フリークの間に挟まれちゃってるんですよね。で、これを見る限りだと、時間がもろかぶりしてて、多分全部は見れないと思うんですよ。で、しかも、マンウィズが初めて群馬に来るってこともありますし、テンフィ・ G フリーの間に挟まれると、やっぱね、人多いですから、多分サブの方が行けないと思うんですよ。一回行ったら戻ってこれないと思うんですよ、入場規制とか変わって。実際昨年はスカパラとかホルモンとかテンフィとかも入場規制がかかったっていうか、もう人が多すぎても入れなかったりしたんで、多分一回抜けると出れないんですよ。出れないっていうか入れないんですよね。去年は、ステージがあって一回外になって、上に出てから地下をくぐってステージに行くって感じなんですよ。競輪場なんで、このグリーンドームっていう会場が、ちょっと深くこう掘ってやるんですよ。ちょっと移動がしにくいかもしれないので注意してください。まあでもね、なんといってもこのメンツですから、楽しいことは間違いないでしょう。このタイムテーブル見る限りも楽しいことは間違いないので、あとは皆さんがマナーを守って、楽しむ格好で来て、思いっきり群馬を楽しむって気持ちで、ぜひ美味しい食べ物とかも出るみたいなので、思いっきり一日群馬を楽しんでください。群馬ロックフェス楽しみ！ 9 月21日、待ってるぜ！